ワイヤー油正直苦手なんだよねでもこの色好きすごい綺麗な青だよねすごいサラサラしてるえ涼、ー、しそう試してみようかな本当に谷間できたでもね意外と楽フィット感もすごいわっすごいわっバカバカしない綺麗な谷間をメイクキープリボンブラずズルいねわかるそれでは ただいま CM にもご登場いただいておりましたこの方にお越しいただいております朝の谷間長持ちリボンブラアンバサダー水原希子さんですどうぞ <music> こんにちはようこそお越しくださいましたどうぞ中央にお願いいたします <laughs> 皆さんこんにちは水原希子です、えー、今日はよろしくお願いします よろしくお願い,いたしますいやーもう登場されるだけでハッと息を飲んでしまいましたけれども会場の雰囲気が何か変わった気がするんですがボディーラインが美しいとっても素敵なファッション着こなしていらっしゃいますがポイントはポイントはそうですねあの今回その私がコマーシャルでも着用していたリボンブラのメインカラーであるこのブルーをちょっと取り入れた。 そして、あの今もリボンブラをつけているんですけど、あのリボンブラをつけてシルエットが綺麗に見える衣装にしてみました。<や> <laughs> 今日はこう谷間を凝視してもいい日なんですよね。私はい私、はい、はい。ありがとうございます。<laughs> そういうテーマで、あのこの衣装を選んできたので、い<や>はい。藤野もかなりこう。 キュートな感じになっていて、いや布がかなり少ないなっていう感じもするんですけれども、<はい S 1> <laughs> とっても素敵に着こなしていらっしゃいます,います。今日改めて完成した cm ご覧いただいていかがだったでしょう。出来栄えのほどはいや。あのすごいこう。自然というか、本当にこうドキュメンタリーみたいな感じで撮っていたので、なのでとても自然な表情が結構あの生きてる。コマーシャルになったんじゃないかなと思っていて。 個人的ににはとてても気に入っていますなんかこういつもとはちょっとこうピンとこう違った雰囲気が流れてるのかななんて思ったんですが私自身はちょっと最初下着姿で撮影するからちょっと緊張するかなと思っていたんですけれども、まあ、あのリボンブラの,そのつけ心地がすごく良くてあのもう谷間をしっかりこうメイクキープできるのでもうつけていてとても気分が良くてあの本当に 試着して出てきてる瞬間なのですごくこう感動がリアルに伝わるシーンになったんじゃないかなと思っていてあのカッパカッパしないって言ってるところも結構まあ楽しい感じなんですけど全体的にすごく自然でとてても気に入ってます CM の中では本当にこう腕を上げてこうなんか動いてこうパカパカしないっていうのをされてましたけど、はいはい、実際、今もそうなんですよね、はい、動いてみても。全くカパカパパしないです 恥ずかしい,かいやこの瞬間にこうフラッシュがばっとたかれるっていうのがさすがだなと思いますし <laughs> <ん>私はやったなって今やらなきゃいけないのかなと思っちゃいますいやなかなか本当にかばんかばしないです。うん、させられましたが<や>改めてこう水原さんの下着へのこだわりと言われると一体何になりますでしょうかうんいろいろあるんですけどもやっぱりすごくいち、うん、一番大事だなと思うのはそのあれです、ね、下着の,そのちゃんとあった。 なんてサイズ自分にちゃんと合ったサイズのものをつけるということが大事なななんじゃいいかなと思います水原さん実際にこう、はい、自分の谷間に自信がありますかと聞かれるとどうでしょういやそんなありますとは答えられないですねちょっとわ、うん、からないですね難しいなと思います。 でもなかなか自分の胸に自信がありますってこう言い切れる方って本当少数だと思うんですけれども8割以上の女性は自分のバストに自信がなくバストの自信は谷間の有無に直結しているということが明らかとなったんですその一方で8割以上の女性は谷間ができているときの方が幸福度が上がる。また 谷間ができている時の方が地震度が上がると回答し、谷間は女性の幸福度、さらには地震度にもつながっているという実態がわかったんです。地震につながるのもわかるけど、それが幸福度にもつながっているっていう、すごい連鎖してるんですね。そこがね、すごい面白いですね。本当ですよね。はい、面白いですね。うん、毎日鏡で胸を見る。 っっていいうのは、まあ、私も多分ややると思いますねぱね <laughs> 谷間ができるとこんなにメイクできてるっていうの私結構あの,あの、ね、リボンブラをつけて結構メイクキープをできてる状態がすごく楽しくて結構メイクルームで踊ったりとかしちゃっててなんかふ、まあ、普段から結構踊,る踊,る踊ったりするの好きなんですけど、まあ、なんかテンションがやっぱ上がってるから踊ってるんだろうなと。 今思いましたねなんかやっぱりうんすごい自信、うん、につながるとやっぱテンションが上がって踊っちゃうんでしょうね,うで,ねでも さあということで所長就任式を取り行わせていただきます谷間工場研究所所長の証といたしまして名刺を贈呈させていただきます贈呈は株式会社ワコール執行役員広報宣伝部長猪熊俊博からお渡しいたしますそれでは猪熊部長お願いいたしますどうぞ水原さんどうぞ中央の方にお願いいたします ではお二人でお持ちいただいてフォトセッションとさせていただきます、えー。一人でも多くの女性の谷間をメイクしてハッピーな気持ちをキープしてもらえるように努めます。よろしくお願いいたします。<laughs> よろしくお願いします。朝の谷間長持ちリボンブラアンバサダー水原希子さんでした。今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ますでは一旦ご交代いただきます。ありがとうございました。